はい、皆さんどうも、おはようございます。こんにちは。こんばんは。今回もやってまいりました。ケンのダイアボケンです。ってなわけでね。タイトルにある通り、もうサムネで出ていると思いますが、紹介していきましょう。はい、というわけで、アシッドアヌビスですね。こちら開封動画となります。はい。まあね、今回、結構な、なんつうの、防御型っていうの持久型っていうのまあちょっと早速ね、開けていきましょう。おっと、まあ今回もドライバーで開けていきます。どうなってるんですよ。ああ、おお。で、いでよ、アヌビス。おお、かっこいいな。あとなんか、紹介されていたと思うんですけど、アシッドアヌビスって結構、レイヤーが小さいって言ってたんですけど、確かに小さいですね。よいしょ。一応回しとく。一応回しとくね。すごいっすね。こんな小さいんですね。で、ちなみにこれ、カズキにプレゼントするものなんで、おっとおちびが来てる。おちびどうした？今鼻が映ったね。ここら辺に鼻が映ったね。まあ丁寧に開けたいところだが、まあ丁寧に開けていきたいところなんだが、まあ今のところ丁寧に開けてるね、俺ね、珍しく。はい、というわけでね、超丁寧に開きました。はい、いやー出ましたね、このディスク。おいしょ。うわ、わかりますかね、すごく小さいんですよ、レイヤーが。なんかもう内重心だなって思う、本当に。で、お約束のオービットですね。お約束というか大人気の、おお、黒いオービット。まあ一応持ってるっちゃ持ってるけどね、黒いの。どれ、どっかについてたかな。黒いオービットと言ったら、まあ俺、うち持ってる、あ、俺の方が黒いな、どちらかというと。ちょっとグレーっぽい感じですね。よいしょ、回転力落ちてるぞ。かっこいいでしょ。カオス。まあベイブレード回しながらね。で、こちらがですね、こちらのディスクが何よいしょ、文字ちっちゃいな。冥界の守護神、あ、これはダメだ、レイヤーの方だ。全体の直径を大きくしつつも、外側をフレームのような構造にすることによって、遠心力と内重心を両立させた防御型ディスクということですね。まあ確かに、外の方になんかリングがついていて、中の方にね、重心が結構寄ってる感じになってる。これスターセイバーにつけたいな。でも、これつけたら絶対暴れないから。うん。スターだからさ、これ。どう見ても。うん、かっこいいね。うわぁ、ほんと内重心だなってもうこの時点で思う。なんかハンバーガーみたいな。言い方。え？あ、なかなかロックは、2ロック目が硬いですね。最初の1ロックはホルスで、2ロック目が、クワッドケツアルカルト？カルトじゃない、カトル？だっけ、名前忘れたけど、の硬さで、3ロック目がエクスカリバーの最初の1ロック目の硬さかな。うん、なかなかいいロックンだと思います。じゃあ早速ちょっと僕のカオスとやらせていきましょうか。じゃあ僕のカオス先行でいきます。あ、ちょっと待った。いや、まあいいや。じゃあまあ一回戦わせよう。一回戦うところ見たいもんね、みんなね。俺も見たい。俺も早く見たい。いきます。3、2、1、ゴー。うおー、瞬殺。悲しいな。俺このカオス使いこなしたいんだよね。あとちなみにですね、普通のカオスよりロック固くしてあります。無改造ですよ。違法改造じゃないからね。じゃあちょっとうちのね、メインベイたちをちょっと今回、アシッドアヌビスと戦わせていきましょう。あ、これレアシールだから。おーっとっと。というわけでね。おー、ちなみにワンロック。まあ、一回全部戦わせようか。で、じゃあアヌビス先行でいこうかな。最初じゃあ、バルドゥール VS 無改造ですね。バルドゥール VS アシッドアヌビス。さあ、どちらが勝つか。バルドゥール高校です。
いや挑戦していくからうちらが先行でいっか。じゃあ俺のベイが最初先行で挑戦していくということでね。 3,2,1 ゴー。あ、もうバルドゥールね、覚醒しちゃって暴れるんですよ。下の、なんだ、ドライバーが削れすぎちゃって。なので、もうアタッカーなので当たらないとダメになりました。もう当たっていかないと、もう全然強くないドライバーになっちゃった。なんかもう平らになっちゃったんですよ。なので、ちょっとそのうちね、この覚醒、なんだっけな、なんて言うんだっけな、忘れた。コメント書いといて。はい、というわけでアシッドアヌビス勝利。次こちらですね。これ結構なかなか強いんだよ。ちなみに O2 ロック目がいってる。2ロック目いったらなんかちょっと嬉しいですね。いきます。じゃあうち先行で 3,2,1 ゴー。いやーほんと暴れないね。暴れるわ、全然暴れるわ。シュート力がめっちゃ上がればやっぱオービットなので最初暴れてくれますね。おうおうおお、なかなか、いやー防御ってますね。いやこれ相性悪い、これ相性悪いな。うちがなんで相性悪いかって言いますと、ちょっと説明しますね。今このレイヤー見てたんですけど、高さ的にこうなってたんですよ。なのでもうほんと真っ平らな部分にしかこいつ当たっていかなかったんで、なんつうのかな、こっちにダメージがほぼ入ってる。ここに当たったんだろうね。あれだね、身長も低い。なかなか、なんでだ、なんか変わってるのかな。というわけでこいつも負けた。おっと、うちのベイがどんどんやられていく。次アマテリオス VS アヌビス。さあどうなるかな。どっちもオービット同士、これなかなかいい対決なんじゃない。よいしょ、いきます。3,2,1 ゴー。ちなみにアヌビス無改造だからね。うお、おー、勝てた、よかった。なんかね、このなんていうのかな、カスタムなかなか強いんだよね。よいしょ。おいおい、ワンツースリー、スリーロック、あぶねー。うちのメインのベイだよ一応。はい、というわけでね、なかなかいい感じに成績になってますね今のところ。1勝2敗ですねうち。次クリアドライガー VS アシッドアヌビスいきたいと思います。僕先行で、挑戦者なんでね、アヌビスに挑戦していくということで僕先行でいきます。ほい、え、まあ今のは俺のシュートミスだけど、まあシュートミスイコール自分の実力ということで今回僕の負けでいいです。はい、うん、やっぱロック やばいんだよな。クリアドライガーは普通のドライガーよりもロックが修正されていて、硬さが弱くなっています。ちなみに次イエーガーイグドラシエル VS アヌビス、アシッドアヌビス。さあどっちが勝つかな。今んところ、いやーちょっとね、ほんといやーちょっとね、アヌビス強い。アヌビス強すぎる。無改造でこのお、回ってる回ってる回ってるよ。まだ私は生きると言わんばかりに。いいね、いいよ。うわ、すっげー安定するな。はー、負けまくってる。うち今負けまくってるよ。マジか、こんなにも強いか。じゃあ次マットミノボロス VS アシッドアヌビス。さあどうなるか。挑戦者なので僕が先行できます。さあ行くぜ、 3,2,1 ゴーシュー。ちょっとこれはもう一回でいいかな。痛えな、アヌビスなかなか痛えな。なんでこんな痛いんだろう。俺今すごい取り方しなかった？こう拾ってここで今回したよね、手のひらで。へぇ、へぇってなんで、へぇってなんで。早起きしてもね、癖がバンバンヘア。うおー、じゃあ
じゃあさっきのあるから、じゃあこれで1対1ということで。おうおうおうおお。いや、アヌビス強えな。もう一丁いくよ。3、2、1、ゴッシュ。さあどうなる。おーっしゃー。いや、アヌビ強いな。なかなかうちのメインベイ使ってまだ2勝しかしてないからね、この無改造で。なかなか強いぞ。デフォが強い、めっちゃデフォが強い。君なんだよ。さあ次、ドライガー無改造でいきたいと思います。あー、これなんだっけ、超改造セットについてるグラビティね。ん、グラビティじゃない、ヘビーだ、ヘビーだな、ごめんね、名前間違えた。いきます、3、2、1、ゴッシュ。さあどうなる。なんかね、シュートしててわかるんだけど、なんていうか、だんだんずれてるの、ごめんね。おお、よっしゃ、勝った。しっかり勝った。上から落とされたにもかかわらず、よし。あれ、レイヤーは、あったあった。おお、やっぱアヌビスなかなか強いけどね。ワンロック、よし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 、いい調子。アヌビスのための動画なのになんで俺勝って喜んでんだよ。はい、次、私のメインベイ、極炎エクスカリバー、オーバルジャイロ、スターセイバーです。こちらで回していきたいと思います。ええ、もう一回やろう。おっとおっと、ごめん、スターセイバー、今のでワンロック外れたろ。ツーロック外れてたわ。よし、行くぜ。さあどうなる。あー、今当たってほしい、今当たってほしい、今当たってほしい。うおー、勝った。なんだこの防御力は。あー、スリーロック。いやー、もうちょいで倒せたな。でもアシッターヌビス無改造でこんなにも強いとは思ってなかった。というわけでね、ここら辺で終わりにしません。ですね、最後にこちらですね、パワートリガーというものを買ってきました。前からね、この情報が出た時からずーっと欲しいなと思っていたものなので、やっと出たなということで、ちょっと早速つけていきたいと思います。うーん、よいしょ。あ、ここ軽いな。こことても軽いですね。硬くない、そんなに。早速つけていくぜ。いきます。おお、うわ、これこれ力入るわ。へえ、いや、これいいですね。あ、しっくりくるわ。うん。で、ちょっとこちらのここが結構余分なので、ちょっと取っていきましょう。よいしょ。で、ちょっとここにつけるか。あ、これいいな。うん、なかなかいいぞ。でもこれすぐ取れちゃうな。よくないかもね、軽すぎて逆に。ちょっと一回打ってみっか。うお、あ、すげえ安定する。すっげえ持ちやすい。どうする、どうですかね、この改造。ここなんかつけたいなと思う。ここにこれつけたらもうね、手がねここに触れてるので邪魔なんですよ。なのでここはね、なるべくつけないようにしてます。なのでもうこれで完全体っちゃ完全体かな。てかこれ逆じゃん。いや、でもすごいシュート安定するねこれ。いや、もう打ってて分かるもん、変わってるのが。うん、こうだな。いやー、なんかシュート力上がってる気がすんな、マジで。ほら、こんなに回るもん、オービットで。
まあさっきから結構回ってたけどさ、もう一回回るぞ。超後出しでカートこれで打ち負けたらやばいよ。めっちゃいなされてる。うっそ、アシッドアルミスそんな強いの。めっちゃ強い、めっちゃ後出しでこの強さだぜ。しかも今ノーカットなのでちゃんと取れてると思います。お、でも3ロック、いやー、アシッドアルミス最強じゃない。多分オービットドライバーは変えずに、内重心、あー、もう無改造でいいかもしれないね。なかなかいい、もうデフォから必ずもう勝てますよみたいな。でここがね上段板になっていてですね、ここのクリアなパーツが上段板になっていて、こっちのね色がついている方が下段板になります。これでね、相手をいなしつつね、まあここちょっとデコボコしてるので、まあ攻撃にもなりますね。まあカウンター狙いですね。相手がこうやってやってきたらここに挟まってね、ガツンと外れる場合もありますね。なかなかいいレイヤーとなっていると思います。あとね、金と青ということでね、なかなか昔のエジプト時代を結構思い出させてくれるようなレイヤーとなっていますね。なかなかかっこいいですね。あと多分これリアルバーストしにくいかもしれませんが、ちょっと皆さん言っておきますね。僕のバルドゥールですね、まだ動画出てない、まだ動画出てないと思うんだけど、3回リアルバーストしてるんですよ。はい、1個目はここの金が取れて、2個目はここのクリアパーツが外れたんですよ、バコンと。でネジがむき出しになっていて、で次がこの顔の部分が取れました。なんでかっていうと、バカンとバーストした後にこの裏の部分にスターセイバーの広告ががっつり当たって割れました。はい、なのでこういう割れにくい形していても、ここが結構ぼっこりしているので、いやぼっこりでもないな、でも結構引っかかりがあると思うんで、多分ここと同じね感じになっていると思うんで、結構割れると思います。はい、てかうちが珍しいのかな、バルドゥールがこんなにポンポンリアバするみたいな。まあそのうち動画出すと思いますんで、お楽しみに。バルドゥール2度目と3度目のリアルバースト出るかな。あ、2度目のバーストは取ったけど、はい、というわけでね、いやこれなかなか持ちやすい。これなんつうんだっけ、パワートリガー、なかなかいいですね。なんかもう、いやでもやっぱここすぐ外れんな。もう瞬間接着剤でここつけようかな。すごく軽いです。もう小指で外せる、もう小指で外せる。これ良くないと思う。もうちょい硬い方がいい。じゃないと試合中にポロッと取れてもね、困りますからね。でもね、ちゃんとしっかり抑えられるので、ちゃんと本気でやれば、ちょっと本気でやりますね。本気のシュート。これ本気で握りすぎて多分バネぶっ壊れるかもしれない。ほら、もう外れてるもん、ほら。でもなかなか回りますね。おお、他じゃあなんか戦わせてほしい。あ、いやもう全部戦わせていこう。僕のメインカスタマイズのロンギヌス、ロストロンギヌス、そして2代目のカスタマイズ、ロストロンギヌス、こうですね。ちょっと挑んでいきましょう。まあちょうどあるのでね。さあ耐えれるか。タカラトミーの動画では君は耐えていたが、本当に耐えれるのか。うお、今の一撃耐える。え、嘘、本当に耐えるの。おお、そう、マジ。え、しかもたったの2ロック。次2台目でいきます。縮小アジタンです、こんな強いんだ、驚きだわ。めっちゃ強いっすね。いやびっくりだよこれは。あ、めっちゃ引きやすいこれ、ほんとこれだいぶ重いの入ったよ。
これ冗談抜きでみんな分かると思うけど、めっちゃ重い攻撃入った今。なんで耐えてんの、アシッドアヌビス。いや、普通今のバーストするけど。え、なんで、え、なんで倒せないの。いや、たったのワンロックじゃおかしいだろ、この強さ。やば。てか、多分この海賊崩さないで、デフォで多分やっていた方が多分なかなか強くなるんじゃないかなと思います。まあよかったらね、おすすめ改造ありましたら教えてください。というわけでね、ここら辺で終了したいと思います。まさかのロンギヌスのね、デススパイラルっていうのかな。なんか、結構な威力あったと思うんだけど、それにも耐え抜いた、このアシッドアヌビス。そしてですね、私のメインデッキで勝てたのが、この2体かな。この2体だけ勝てました。他のベイブレードすべて負けました。ん？いや違う、ドライガーも勝ったか。ドライガーも勝ちました。3体だけですね。8個使って、8体しか勝てませんでした。そして、ロストロンギヌスは2体とも負けました。いやー、なんだこの強さは。というわけでね、皆さんよかったらね、ガチャガチャで結構ね、お金使っちゃった方いると思うんですよね。マッドミッドボーロスで。お金を使ってしまった方いると思うんですけれども、ちょっとここは頑張ってね、ゲットしておきたい、レイヤーなんだと思いますのでね。これ、なかなかいいですよ、皆さん。マジで今見て分かったと思うんですけど、だいぶ強いです。無改造でこの強さですからね。というわけでここら辺で終了したいと思います。この動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。